まあでも亀井さん、今日はなんていうか時間までは4本打てるっていうのは素晴らしいですね。はい、まあこの初回もそうですしね、はい、いいチャンスメイクつなぎをやったんじゃないかなと思いますね。で、この大山の今日の打点の内容を見たと、いや、いいですよ。ライト方向にね、はい、しっかりと打てたっていうのは非常にこれ良かったと思いますね。はい、もうストライク先行でね、もう相手をどんどん攻め込んでいきましたね。はい、まあ、小川も2回にはちょっと立ち直ったかに見えたんですね。うん、そして3回の表です。ルーキーの本山がヒット、今日は3番で打点もありましたね。そうですね、いいなと思いましたですね。ただ2アウト1塁バッター山下君の出場で今これアウトにしたら良かったみたいなこと言われてたんですかね。はい、
で特にこの誰かが泣いているっていうエリアのことをこの本ではグローバルサウスって呼んでるんですね。このグローバルサウスっていうのをエリアとして呼んでいて、もともとは南北問題って言われた。例えば南米とかアフリカっていうのは貧しい国が多くて、まあ、北米とかヨーロッパっていうのに先進国豊かな国が多かったから南北の経済格差って言われてきた。ところが、まあ北の方でも貧しい国が出てきてるし、南の方でも成長している国、まあ、アフリカとかでもね、すごい経済成長している国がありますよね。なので、まあ、今、南北問題っていうふうにかっちりとは分かれないんですけど、この南北問題のようなイメージで、いわゆる経済成長がまだである国と、経済成長している国の間の格差のことを言うときに、そのダメージを負うエリアのことをグローバルサウスってこの人は言うんです。グローバルサウスでも負担も天下でしかないでしょというんですね。 SDGs やグリーンニューディールは宿命的にそのグリーンなビジネス、クリーンビジネスというものを謳って儲けようとしている国や団体、企業がいる限り、そしてその構造上を何かからは搾取しなければいけない限り、つまりどんどん電気自動車を、ちょうどいい量売るっていうわけだよね。売れるんだからもっと売る、ガンガン売るよ。ガンガン売るってことはリチウムも適量取るわけじゃない。ガンガンリチウム取るんだから、それを運営している国家や企業の主たる概念が、主たるモットーが資本主義である限り、どう超えた搾取になることは間違いがない。つまり環境破壊は続きます。そういうことSDGs やグリーンニューディールでは環境破壊が進みます。じゃあどうぞ、さあホワイトボードの右側行きましょう。方向性としては資本主義からの脱却、つまり成長を否定しなきゃいけない。持続可能な成長をしてはいけません。脱成長、これキーワード、脱成長がキーワードです。それを成し得るのが来ました、資本論ブロック。今こそマルクス、マルクスというのは共産主義、社会主義を訴えて資本主義っていうのを批判したんですね。それを採用するんだよって言うんですね。でもね、分かってんの、斉藤さんすぐ来る批判分かってます。それじゃあソ連の二の舞でしょって、またソ連みたいになりますよって、そういうそれに対するね反論がこれ面白いんですよ。ソ連はつまりマルクスの資本論から始まった理想追求の国家だったが、マルクスの考えをそのままやってたわけじゃないんですよ。マルクスの考え方っていうのは特に資本論って実は一貫の本なんですよ。つまり資本主義は終わるって書いてあるんだけど、じゃあどうすればいいっていうことが書いてない上で死んでるの。だから見
感のままで手探りでやったからソ連はソ連で、じゃあ資本家はいなくなった、でも理想を追求するにはどうするかって言ってやったのが一党独裁で財産の国有化、一党独裁でスピーディーにやろうね、財産を全部国有化しようね、これも一党独裁国有化っていうのがソ連の方法だった。でもマルクスの理念とソ連の方法っていうのがイコールではないっていうことをこの斉藤さんに言うわけです。つまりマルクスの理念をこのソ連の失敗を受けて違う方法で実現すれば達成しうるんだっていう、もう一度マルクスを今度は成功させようじゃないかっていう、もう大胆なお話なんですよ。でそのためにじゃあ一党独裁の財産国有化じゃない方法って何か、それが斉藤さんが言うにはコモンの民主主義的管理、はい、コモン来ました、カタカナでコモン、違いますよ、サッカー部のコモンじゃないですか、カタカナのコモンです。斉藤さん、もうギリっすよ、中田ギリっすよ、今までもうねグリーンニューディールはご存知ですよねのあたりで正直ちょっとイラッときてました。ご存知ですよねじゃないっすよって、ね、その上でね、それの失敗はご存知ですよね、それの失敗はご存知ですよねじゃないんですよ、ね、ちょっとねピクピクしてたんですけど、解決策は顧問の民主主義的管理ですって言われた時においってなりましたね、おいおいおい顧問のじゃないんだよ顧問が分かんないんだよ、だから私説明します。ここで言う顧問っていうのはみんなにとって不可欠なサービスのことを、これ顧問ってこのね斉藤さん呼んでます。例えば何か、それは水です、電力、教育、医療、まあ、こういったものです。水、電力、教育、医療、こういったものを民主主義的管理、これ何ですか？これは国家が管理しているのではなくて、企業が利潤追求で民営化するのではなくて、市民が適切に協議しながら運営するっていうやり方です。さあ、むずいね。なんでかというと、そうなる状態を我々は体験したことがないからね。つまりこういう公共のサービスって基本的に国がやってきたよね。水道って国がやってない？もしくは国家主体で、あの半分国家みたいな企業がやってね。電力もそうだったよね。水道とか電力とか、あと教育とかだって国立の大学とかね、医療だって国立の病院っていう、つまりインフラだから、これは国家にとってまずは国がやらない、国がやって、じゃあそこの中でサポートを回るためにその民営化する、郵政民営化みたいな、もともと電電公社だったのを NTT にするとか、そういうインフラっぽいビジネスを国家がやって、その後民営化させるっていう、まあ、そういう流れっていろんな国でやってきたわけじゃないですか。だから我々はこういう公共財、公共サービス、コモン、いわゆるコモン、これを国家と企業がやってるっていうビジョンって我々見てないわけですよ。でもこれを市民が適切に、利潤追求せずに運営するっていう世界、利潤追求しない市民団体ってありますよね。NPO とか NGO とかもそうなのかな。つまりああいう組織ってのは利潤追求型じゃないでしょ、かといって権力でもないでしょ、そういう社会を目指してるんですね、はい、これはなんとなくでも分かっておいてください。それの具体的な、じゃあどうするのをこれから説明します。こっちの方が分かりやすいと思いますよ。でも目指してるゴールっていう、この斉藤さん目指してるゴールっていう